みんながキラキラを投げている。ぴょんぴょん跳ねてる。大好きだよ。好きレナも好きだよ。起きてた。普通に起きてたな今日は。今日は普通に起きてたわ。あ、桜だ。かきれなちょっとだけ好き。ちょっとかいちょっとかい。やばい、前髪ずっと分けてたから変な方向に行ってる。起きてたんですよ実は。今日行くね。嬉しい、会えるね。好きじゃん。そう、寝ようと思ったんだけど寝れなくて、マジ1時間ぐらいエゴサってた。あと10分。ごめんね、あと10分寝かしてあげれなくて。今の好きありがとうの好きだから勘違いしないでね。でしょ。ふっふっ、喧嘩だねこれは。普通に喧嘩だわ普通に喧嘩でしたわ。寝ないとやばいけど、まあ移動中と6、8分に寝る。なんでレナ救世主なの。100キラどうもありがとう。早起きだね。寝てた、起きてた。好きだよ、おはようございますそれな、遠足行く前ですかって感じやけど、マジで前髪が目に入っていたい。え、もう移動してるん。早いな、5時やのに。倒れませんよ。他に行きたい。いいな、レナ沖縄の方が行きたいよの方がとか言ったらあかんよなあったかそう。でも、あ、桜、恐怖感じないでよ。寝てない、寝てないんだよね。そう、10時過ぎにできちゃったけど、マネージャーさんに確認したらバグって、バグだから配信しないようにって言われた。だから今日も5時までですお昼間は今日からできるけど、夜は10時のまま1日まで。いいな、行きたいな。あれでも連れてって、いつか一緒に行こうね結局ね、ダメだったっぽいの。うん、ダメだった。多分バグだったね、多分バグですねみたいな言ってた。やっぱりバグだった。夜中にエゴサして、いや起きてる人全然いないけど、みんなの昔のやつを探ってた。昔のやつですね、遡って見てた。なんでレナがバグなのそう、俺の脳じゃなくてよかったねバグってたのラッキーって感じだった。名古屋の栄で頑張れ。どうもありがとうございます。頑張ります。楽しかった楽しかったよね。そう、昔の、まあ昔っていうほど遡ってないけど、ついこの間ぐらいまで見た。本読んでていいね。本、あれだもん、本読みたいな。今日からお昼寝配、お昼寝配信、お昼配信。今日は10時とか10時ぐ11時ぐらいにメイク配信しよっかなと思って。ショールームのバグね、めっちゃバグってたよね。言うわもうだし、なんかここ見てが言うには、なんかここ見も8時過ぎたらいつもできるらしいけど、8時過ぎて切ってるらしい。えっと思って。確かに前に昔のやつは例のやつね、震えたとか言わないでやだ。じゃあもう押さないっしょ、押さないよ、ダメだから。
隠し技なの、あれはあれなの隠し技かい、あれするわ、もうやらないでおこう。いいな、到着予定とか言わないで、いいな、いいな、いいな。あ、お疲れだ。あ、さくら。え、嬉しかったんだ緊急性ルールっていうか、あの高校生ルールですね、高校生ルール。いや、今日はね、寝てないから8時までしない、さすがに寝れないじゃん、眠くなっちゃう、はね、みんなと話してる途中にまあやばいな、今日寝てないのやばいな、さすがに。なんか寝れなかったんだよね、夜に寝ごさするの良くないんだよね、本当に。夜にエゴサしたらマジでもう今すぐみんなに会いたくなるのマジで。だから寝れない。一応喜んでくれんの？あ、そうなんだやばいと思う。いや、好きじゃないけど別に好きじゃないけどね、別に。全く寝てない。え、マジ寝れなかった。なんかみんなのやつ見てたら寝れなくなっちゃって、やばいと思って、寝ないとって思ったのに気づいたらマジ本当にこんな時間になっちゃって、やばいよね本当に。ちゃんと寝ないとやばいってなってるのに、あー、もうどうしたらいいの。寝ないとダメなのに寝れなかった。今日ももうやだ、普通に朝迎えた。なんかさっきまで3時とかだった。え、でもお布団に入ったのが3時ぐらいかな。2時間ぐらいずっと、あ、でもドラマも見てた、最初はね。最初の1時間ドラマ見た。仕方がないねえ、なんか家のことしてたら3時になっちゃって、なんかやっぱあのあれじゃん、泊まりだからさ、家のこと残して出て行きたくないから、洗濯物干して回して、で洗濯物干すまでさ、洗い終わるまで時間かかるじゃん。でその間にあの洗い物して、昨日早く絶対寝れたよね。好きじゃないとかコーヒー講義出たそう、掃除したりしてた。3時とかあなたの動画見ながらちょうど目覚め寝落ちして一回目覚めたんだ。そう、いや偉いっていうか偉くないけど、普通にさ、なんか、いや偉くないけど、いやだってやんなきゃダメじゃん、やりたくないよやりたくないけどさ、洗濯物も放置しときたいけど、洗い物も全部。けどやっぱ泊まりだったらさ、帰ってきた時にさ家事が残ってたら嫌じゃん、なんか。だから夜中にした。掃除してくれんの、レノの代わりに洗濯物とか干してくれる、洗い物とか。1ヶ月500円でフ確かに好きじゃなくてもいいよね、家事は
私やんなきゃいけないのがさだるすぎて、かじって本当に嫌だよね。みんな偉いよね、仕事終わってさ家事するとか。安くないでしょ、だってずっと入れるんだよ。だって洗濯物回ってる間レナとずっと入れるんだよ。いやすれ違いじゃないよ、レナと一緒に入れるんだよ。いや入れるんだよ入れるのになんで、え嘘でしょ、嬉しいと思ったのに。こっちが家事してる間かきれな寝てる寝てるあと家事応援する、頑張れって起きてたら寝るか応援するか隣で見といていいの手伝ってって言っちゃダメだよ。生活習慣悪すぎてマジ病気になりそうなんだけど、普通に応援は嬉しいおはよう、起きてたら応援。あ、マイクすいません、ありがとうございますすいませんフ確かに掃除機は自分でかけるからうるさいって思わへんけど、誰かがかけてたらうるさいって思うから、みんなが寝とうときに掃除機かけ出したら私は怒ります。500円没収お小遣いアップどころか、レナが寝た間にレナが寝た間に掃除機かけ出したら500円没収ですよくない、この制度いいと思うんですけど、リア人に尽きる結構いい案だと思うんですけどね。ブラックえけどレナとずっと一緒におれんねんで、それよくないジュンコちゃんやば悪口やん、普通に何でもいいやろ。そう、レナと一緒におれれば多分みんな何でもいいと思うかな。ずっと起きてる。え、なんか起きてる。無理。今日は絶対寝ようと思ったの。本当に寝ようと思ったの。マジで寝ようと思ったんだけど、寝れなかった。レナの手下1ヶ月だけ、1ヶ月なんてすぐだよ、1ヶ月以上一緒にいようよ。おはよう、ママに相談何って相談する、胃もたれ生活。え、嬉しくない？普通に嬉しいと思うんだけど。でもレナ結構静かだよ、家では。静かっていうか本当に静かだよ。プツンってなる、プツンって。眠い時だけかな、わかんないけど。寝言言わんからそんなに、そんなにっていうかレナ、なんで、あん時だけ、ほんまにあん時だけやから、あん時だけやねん、ほんまに。
家では静かな可愛いもんね。そうだからいいやろ。やったら家で静かやったら一緒に住んでくれる？みんな。首のとこから手出てる。オンオフ激しい。オフはもうなんか寝る時だけかな。でも急にメンタルやばい時は急にオフになる。912日、どうでしょうね。912日目に私がいるかどうかは分かりませんが。静かに本読む、あ、本読む時も静かになりますね。はい、どうですか。いや、寝る時だけじゃないオフは。じゃあ得点、なんか得点、え、そんなんレナという存在やん。レナという存在でしょ。オフの条件じゃ、え、じゃあオフの条件言ってみよう。レナがジーンってなるオフ、え、なんやろ。でもいつやろうな。まあ、寝るときはまあ寝るときは置いといて、本読むとき、名言ありがとうございます。いや、音読せえへん、さすがに。あ、そういうことね。本読むときはさすがに静かやろっていう。なんやろ。あ、お風呂静かかも。歌ってる。でもよく、別に歌うなって言われたら歌わへんけど、足小指打った時オフにならへん。オフになったら余計痛いの感じてまうやん。国語の授業音読するよな。なんか丸読みみたいな、ん、何やったっけ、丸読みみたいななかった？一人丸みたいな。なんかでさ、丸読みでさ、なんかたまにめっちゃさ短いさところ当たったら気まずいみたいな。うん丸だけのさ、なんかカッコの中のうん丸だけしか当たらへん時みたいな。あるあるです。アイマスクとかしない派かも。怒られても一生話しかけてきてそう。何する。あ、桜だ。いや、電車はさすがに、電車うるさい人ってやばくない、さすがに。さすがにやばない、電車喋ってるっていうか歌ったり喋ってたらレナが。普通にテンション高いねってなるよね。手洗い行くとき毎回報告するやろ。待って、報告するやろって言って、報告するって言ってないのにしんどとか言われとんねんけど。あ、確かに怒られたら怒られたら言い返しはするけど、ちょっとずつ悲しみになっていく。でもみんな優しいから多分レナに怒ることはない。ないと思います。私を泣かせることなんて一生ないでしょう。けどさ、なんか近い人に怒られたらっていうか、なんか喧嘩したら嫌じゃない、泣いては。みんなと喧嘩して泣く世界線どういうこと。いや、電車で喋ってません。毎日言い合いはしてそう、確かに。お兄ちゃんとかと喧嘩しても泣くもん。電車で一人ごと言ったら結婚してあげてもいい。変な方が好きなのですか。お弁当頑張って、偉いね、お弁当偉いね。わいが泣く。
えだと喧嘩したら泣く。え、しかもさ、なんか兄弟喧嘩した時にな、弟となんか言い合いになった時に、なんかお前すぐ泣くくせにって毎回めっちゃ言われてさ、あれな、そんな泣いたことないね別に。弟と喧嘩した時泣いたことないのに、なんかめっちゃそれを言われるからめっちゃムカつくねんな。兄弟喧嘩あるある、ほんまに。あー、俺らがキレる時、離婚の時じゃあレナがキレささへんようにしなあかんってことか、みんなのことを。まあそらそうやな、みんながキレたら別れるしかないもんな。誰も結婚してくれない。結婚したるじゃあレナの枠置いとってな、絶対に絶対にいやマジすぐ泣くくせに「お前」とか言われるねんな、はぁとか思ってきょうだい喧嘩なくあるある。一回めっちゃさ、その6個上のお姉ちゃんとさ、あ、お兄ちゃん、お姉ちゃんおらんかったお兄ちゃんとめっちゃ喧嘩して、めっちゃムカつきすぎて、なんかお兄ちゃんのことを殴りに行ったんやけどなんかめっちゃ受け身取られてさ、全部すかすっていうおらおらみたいな、何回も言っとったのに全部なんか全部避けられて。何年契約、じゃあ3年で、3年契約で、3年契約してね、レナと。マジおもろいよな、喧嘩で泣いたことない。え、マジでびっくりした、お姉ちゃん。え、物は投げへん、さすがにえ、マジめっちゃムカつきすぎて、あの時マジめっちゃさ、めっちゃ遠くから走って体当たりみたいな死にいっとったのに、力強いし、もうその時筋肉なんかムキムキしてたからお兄ちゃんめっちゃもう片手とかでさ、なんかレナの思いっきりしたグーパンチとかを止められて、もうそんなんされたらめちゃくちゃムカつくやんか。そうで、泣きながら何回もバスバス殴ってたっていうっていう喧嘩をしてました。3年間、え、何、え、え、何何何、3年よくない3年後にプロポーズしてください、私に。タックルされても、いやいや結構思いっきりやから、ほんまに。赤の他人から、え、マジで兄弟に言われても嫌なんやけど、兄弟に言われても嫌なんですけど、何年お手伝いやったら結婚してもらえますか。5年で、じゃあそう、マッチ相手やからな、細かったらさまだちょっとなんか喧嘩になったかもしれへんけど、何歳の時、え、マジ最近、え、マジ最近、2年ぐらい前かな、レナがまだ高校生やったって感じ。婚姻届半分、あ、自分のとこだけ買い取って5年後にそれ出してきて3年後もここのルームにまあそれはそうやな、まあ、それ言ったら3年後レナがここにおるかもわからんけどいやそうやねんな、なんか泣く意味もないっていう、弱すぎて。確かにまだここに違うやんまだ高校生やけど高1高2の頃、高3じゃなくて高1高2の高校生の頃って感じですねはい、まだ高校生でした。いや凶器使いません、3年後も高校生はやばい3年後に付き合って5年後に結婚のフランナー
え、3年後に付き合うやん。あー、でもすぐに結婚しよう。すぐ結婚しちゃおう。卒業するときはプンプン匂わせてな、死ぬ。まあそん時のレナ次第でしょう、それは。結婚して考えとこう。すぐに結婚しないと。いや飽きひんやろ、レナは。レナは飽きひんやろ。飽きんといて。12期血液型 B なの多分レナだけなんよね。え、確か。おはよう。え、多分レナだけだった気がする。分からんけど。え、匂わせしてほしい派なんや、みんな。え、そうなんや。じゃあ今からもう匂わせとこっかな。いつか絶対卒業するわけやん。だからもう今から毎日。もし10年とか先でも今から毎日匂わせとこっかな。明日かも、毎日、明日かも、明日かも、明日かも。秋で結婚を答えるしゃかなな。早い、卒業詐欺。それで麻痺させて急にほんまのあれっていう。え、ちょさ、あれな、4月1日にどんな嘘つこうか考えとんねんな今。4月1日エイプリルフールやん。何の嘘つこうと思って、みんなにどんな嘘つこうかな1日。みんなはどんな嘘つく？今からエイプリル、みんなエイプリルフール考えてない？結構考えてるんですけど私。毎日閉店セール。やば。え、限りの王入ってる。お母さんも、お兄ちゃんも。なんでわかったん？言ったっけ？これ言ってないっけ？考えたことない、そういうの。エイプリルフールはなんか嘘つこうよ。何しよう。4月1日卒業しますみたいな。みんなが悲しむのはちょっとやめとこう。嘘でも悲しんでくれる人がおるかどうかは置いといて。置いといて。それ置いといて。なんかないかな。風邪ひきましたとか。でも俺が風邪ひいたら声もおかしくなるからバレるよな。私をとかに信じそう。いや、ひどいなぁ。どうしよっかな。そうそう、ちょっとみんなが悲しむことはなちょっと言えへんからな、さすがに。これ以上ファン減ったらな。っていう感じで。え、どんな嘘つこっかな。 X でやるん。え、分からへん。宇宙行きます。どうしよう。実は免許取ってました。え、なんで知っとん。真剣な顔で余命宣告も。それ悲しいさ、嘘やん。悲しい嘘やんか。ベリーショートレナーみたいから、それで髪の毛切るってこと。実は免許あります、私。免許あるんですよ。
減るものにはないから安心して。それな、切ったらあかんな、切ったら怒られるから。調理師免許じゃなくて。いや泣くやろそら。嫁戦国戦取って。3月の午前に撮りました。3月の上半期に。本当は奈良出身ってこと。奈良県出身ですみたいな、それはないですね。兵庫でした。かきれぬ好きなのは本当でしょ。実はお父さんです。実はお父さんがイギリス人。眠くないです。眠くないです。寝よっかな。眠くないけど。眠くないけど寝よっかな。谷さん優しすぎた。可愛かった。昨日あったんですけど、可愛いですね。恒例なん目ん玉。寝ないとやばいけど大丈夫。8分に寝れるし。そこ寝ようとすんなって感じやけど。え、雨降ってるん今日。え、嘘やん、マジで。え、そうなんや、マジか。マジです。いや、レナこんなんで大丈夫、あれにならへんから。今日雨か、マジか。雨か。寝たうちに入るよ。だって1時間あんねんで、8分。1時間あんねんで。余裕でめっちゃ寝れる。え、そんな雨降ってるん？外。音聞こえへんけど。どうなんだろう。降ってるのかね。降ってるんですかね。そんなに世界中天気が悪いんですね今日は。そうなんですね。来週も雨なんですね。そうなんですね。そうなんですね。降ってるんですね。降ってるんですね。いいな、今日先生に会えて。なんで？なんでなんかレナよりさやねに会いたかった人みたいな演技してるの。演技してるの。そんな、え、そんな天気悪いん？そんなしばらく。嘘やん。いいな、曇り、雨降ってないの。けど晴れが良かったね、せっかく行くなら。曇りでも寒くないのかな。名古屋わかんない、今名古屋今ちょっとだけ降ってるらしい、関東は。あ、神奈川晴れてんの？晴れてるらしい、神奈川。神奈川晴れてます。
いいな、神奈川帰りたい。雨降ってるし。え、寒いの？え、傘いる？え、無理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 。幕張に傘持ってくとかだるい、それは。どうしよう。どうしよう。ねえ、いいな、海入るのずるい。ねえ、だる。だるレナナウ。しかもレナの親友も本当に1週間ぐらい前に沖縄行っててさ、旅行行ってて。マジいいなって感じ、普通に。ねえ、やだ。しかもさ、親友がさ、28にさ、28、29、30でなんかレナんち行くわみたいな言ったのに、バイトがなんか人おらへんから4月の2、3、4号でいいみたいな。別にいつでもいいけどさ、早く会いたいし、2、3、4号まださ予定がわからんから会えへんかもしれんやん。事故って死んだ。事故って死なんとって、気をつけてきて。マジで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 早く会いたいのに会えない日々が続く。親友は沖縄でウミガメと泳いでて、マジ笑った。そのなんかストーリー見て、めっちゃおもろかったんやけど。で、なんかウミガメと泳いどって、なんか急にウミガメが怖くなったらしくて、なんか溺れながら地上に出てきよったなんかやつをあげとって、え、マジで何してんのと思って、めっちゃおもろかった。お化け、お化け欲しやねんな。そう、年下の1個下の子マジおもろい。お肉当たってたし、生肉当たってたし。オツです。そう、冷静になって、なんか溺れよったウミガメが怖くなって、マジおもろいよな。てか昨日確認した、名古屋でマメラの、え、でも通所切る気したんやけど。え、通所に入れてなかったっけ、マイメロ。え、通所入れた絶対。え、入れてないっけ、名古屋でか。え、幕張のツーショットにマイメロやったっけ。お肉は焼いて食べてください。あ、幕張のツーショットか。あ、座りなん。え、嘘、座りだったっけ。え、嘘嘘嘘、マジ立ちかと思った。なんか適当にやりすぎてさ、早く決めないとって思っちゃって。座りでも OK？ マイメロ。両方あるけど、うわ、立ちと座り逆にすればよかった。絶対足疲れるわ。猫か。うわ、あ、ねえ、魔女の宅急便やってたね。思った。マイメロされでもいい。え、どうしよっかな、マジどうしよう。やばい、もうこんな時間、普通にやばいんだけど。レナちゃんってなった、見てないけど、レナも見てない。見てないです。おはよう、混ざってこないで毎回。バレてるし。
通称で幕張行かせないから、なんでもいい、なんでもいいとか言わないで。ねえ、レーン変わんないね、名古屋と。レーンの番号じゃなくて横の人、横のレーンのだ、横のレーンが誰かとかは変わんないね。バレてるよ、余裕でバレてるよ。はあ、マジ最近ほんとメンタルいかれてる自分が。今日は高校生だから、私今日はセーラー服だから、紺色セーラーだから学生レナで行きます。うん、マジメンタルウェーブって感じ。マジメンタルウェーブって感じですね。はい、あ、ジェットコースター、メンタル保ててる。よかったメンタル保ってて。握手もね、変わんなかった気がします。ね、忘れないようにしないと。着ていこっかなとか言ってたけど、さすがにね、そうへ、うん、メンタルウェーブ、確かにノリノリ感あるね。メンタルウェーブですね。え、カキシはなんか骨格はウェーブって言われる。なんかわかんない、混ざってるとも言われる。でもお腹の形はストレートではないって言われる。メンタルウェーブ、明るい言い方だよね。確かに明るいね。よく考えたらウェーブだから明るくないけど、言い方で。あ、おはようチェケーじゃん。骨格なんなんだろう。なんか手でわかるとか言うよね、手の骨格でわかるとか。顔のタイプもわかんないし。春夏秋冬とかも。ご飯30分かけたの、何食べたの、骨格ウェーブ。握手終わった月曜日、確かにメンタル正味。握手とかはメンタルはいける。骨も好きだよ。怖いな、減られない、ウェブレナ。イエベ夏と春があるんやっけ、春と夏があるんやっけ。おはよう。ハムマヨパン、え、いいな、塩コショウあって。普通の家はあるんだよ、普通に。レナンチがないだけで。塩コショウの大事さに気づいて、塩コショウいいなって言っちゃった。骨も好きだよ、やばいよね。何がいいのか分かんないよね、顔のタイプは。ブルーウェイ汚しな。胡椒ないんだよね、家に。
まだケチャップはねパスタやるから買っといた方がいいんじゃないって思って買ったんだよね。塩コショウ塩コショウみたいな存在になって絶対的必要なってことだよね。そういうね比喩表現ってやつだよねじゃあハートくれるピリッとした関係やば、手に腰を振りかけて握手する。やば。スパイスが関係性にスパイスがあって。眠いよね。ペペロンチーノね味ないよね。胡椒なんかなかったら。寝よ、みんな寝よ。ピーポーじゃないよピーポーじゃないよお迎え、お迎え来た。握手の例のとこの消毒、そうなの、いい匂いするんだね。なんか消毒された、レナ私消毒されました、ファンの人に悲しみ。そうだね、骨もかけらだね減らってないよ、減らってないよ上界隈、上界隈何めっちゃ聞いてほしいねんけど、昨日さ夜配信終わって、あのねココハとユアとココミで、あのビデ通しとったねんな、4人で、あの明日のパッキングとかしながら1時間ぐらい電話しとって、でさ、あ、それを置いといて、でなんかあのお母さんからさ昨日 LINE 来て、で何の LINE かと思ったらあと97人、96人でフォロワーが 何人になるねみたいな LINE が来とってさ、いやあと5人とかでさ連絡してくるならわかるけどさ、あと90何人で何人だねってさ何人なんやろ言われてさ、その報告いると思ってマジ楽しかった、美術しとったんさ、やばい、みんなおもろすぎてめっちゃおもろい、やばい、ほんまにちょっとあれを世に出すことはできひんけど、世に出したいぐらい面白かったです。いやそれな、何人今、あと97人な、そうなんかあと90何人で97人で何人だねみたいな言ってきてさ、エレナ7人か9人かと思ってさ、えっと思ってちゃんと LINE なんか電話しようとか見てなくて、で電話終わってなんかLINE 見たらなんかあれ9人でも7人でもないんですけどと思って、あーじゃあ2900やったら3000ってことで、じゃあ次3000人だねみたいな、97人7人で3000人だねみたいな LINE 来てさ、えと思って、それいるそれいると思ってなんかずっと見とんねん、レナよりなんかだいぶ増えてきたね、毎日配信したら増えるねやっぱりとか言って言ってくんねんな、全然増えてないのにマジでおもろいやな。一人ずつ電話かかってくる、え、どういうこと、
4人で電話してた。全員と会話してたの。4人でグループ LINE。 ファンよな、ファンレベルで見てない。え、マジレナですらさ、全然なんか何人か分からんかったのにさ、あ、そうなんだみたいな、いっぱい宣伝するねみたいな LINE 来とってグーって感じのスタンプ送ったグーって感じの。あとなんか数人とかさ、あと10人だよとかさ、なんか言ったらまだわかるけど マジ家族一番すぎるよな。いや冷たくないやんいやお風呂も入ってないしなーとか思って、なんかグーって感じのどんなスタンプやったっけ、ちょっと忘れたけどグーって感じの送っちゃいました。おはよう。応援企画、応援企画見とうかな。俺3年間毎日配信、ほんまに3年間毎日配信してたん。お風呂入りました。お風呂入ってます、お風呂入ってます。やばい、尾てい骨が痛い、尾てい骨が、尾てい骨が、尾てい骨がね、ちょっともう俺生なんだから尾てい骨って言わなあかんからな知ってたよ。昨日マネージャーさん、なんで、ん、どういうことなんでってそうだよ、学習したから、本当に本当学習だから本当学習だから、本当に上品なやつになりました。 TikTok やライブやれた、うーん、そうなんだ、ちゃんと見てくれるんだ。学習しましたので、私尾てい骨いいね、尾てい骨っていう響きおしゃれ、尾てい骨おしゃれだね、えらいでしょ上品なんて捨ててしまう、やば、悪魔の声じゃん、悪魔の声だ。気づいておもろかったけどな、卒業だからもう上品レナに入学です。尾てい骨の方がおしゃれじゃん、やっぱやっぱおしゃれだったじゃん、それに気がつけてよかった。はい、てい骨、いてい骨やだ、朝からやめてよ最近 TikTok のおしちゃん元気、え、言っていい、昨日さ TikTok に出てきて本当に可愛すぎて、インスタにね、てかインスタフォローしてるんだけど、あの昨日もインスタ全部更新見たのに、夜中に TikTok に出てきて、まあ、今日のインスタ全部見たから、で夜中だから更新されてないじゃん当たり前に、だけどもう一回 TikTok からインスタに飛んで投稿を見直したっていう名古屋なんですよ、マジ巡り会いたい、普通に絶対声かけるんだけど、本当に尾てい骨のが上品いや別に好きっていうか好きっていうか見ちゃう、見ちゃう、タイプすぎて見ちゃう、友達に欲しい、
ね、めっちゃ見てる、ずっと見てる、ずっと見てるよね、やばい本当に、マジみんなにも見てほしいけど教えたくないんだよね。え、マジ声かける、絶対に街中で会ったら、いやマジ会いたいんだけど、やっぱ迷惑なのかな声かけられるって。同年代じゃない、全然上、もう言わないよ何も言わないよ言わないです。え、急に声が増えたらダメかな。あ、仕事行ってらっしゃい、頑張ってね、バイバイ、頑張れ。もう言わない言わない言わないレナよりは上だよ、20代20代。多分言ったらわかる。いや、わかんないか、年齢ぐらいじゃん。嬉しいよね、絶対声かけられたら嬉しいよね。嫌だよ、ヒントやったらもう絶対なんかバレそうで怖いもんバレそうで怖いもんレナが昇格したらわかるよ。え、今日のために鍛えまくってくれてたの、握力を。え、レナってツボ好きじゃん大正水産の前で踊ってない誰普通に誰マジ誰てかどこどこ。ヒントはあげません、もうもうあげませんみんなにバレたら嫌だもん、だって本当にマジで、そのなんか本当に見つけたの。あ、見てない、見てない見てない。え、じゃ今から見てきていい、ちょ忘れちゃうから絶対一瞬見てきていい、じゃあ。え、見てきたらいいんだけど、普通にみんな言ってたもんね、だってやばい、ピーポーだ、大丈夫か。え、見てきたらいいんだけど。いや、独り占めでしょさすがに、自分が見つけた子はマジ本当に知らなかったの、普通に動画見てて、あ、もうこの子じゃんってなって。オタクの発想とか言わないで、別にオタクしてないしただただ SNS 見てるだけ、なんかやだなそういう言い方見てるだけとかの言い方もやだけど、ただ見てるだけっていうだけなのではい。え、普通に気になるんだけど、その子に似てるかどうか、じゃあ言うわ今見て見ない方がいい、今見ない方がいい。コメントや DM なんか送るわけないじゃん、送らないよそんなのそんなの送らないよそんなのは全然送らないですね。見てるだけでいいの、もう見てるだけでって感じですね。はい、月ちゃんが出てこないんよな。え、誰なんだろうそれ、わかんない。でもみんなさ、その子じゃないみたいな言うからさ、どうなんだろうね、わかんない、わかんないけど。いや、もう充電の、そんな感覚だよ、見てるだけで楽しい。レナの場合楽しくはないけど別におはよう、明日よろしく、よろしくね、楽しみ。今日前髪迷うな、10割にするか。
分け前髪にするか迷いますね。どうしましょうかね。天井だった。ちょ気になるな普通に。行くけど剣がありません。眺めといて。え見てこようかな。ちょ見てこよう一瞬。